じゃあ、今日もやってきました3連戦の振り返り。まあ今日も看板やちいちゃんはいませんが、この前あの阪神のピッチャーの、及川を及川とか言って、ちょっと申し訳ありませんでした。あのやっぱ間違い修正する人がいないんでそのまま流しちゃったんですけども、まあ、できるだけあの間違えないように、まあ、頑張りますので、まあ、ご容赦ちょっとください。よろしくお願いします。まあ、この3連戦が終わってですね、来週から、9連戦が始まるということで、まあ、過酷な夏どうやってみんな切り抜けていくのかですね、まあ、その前に、8月2日から4日までに行われた3連戦、まあ、大事な3連戦と言ってもいいと思うんですけども、まあ、ちょっと振り返ってみたいと思います。まずはセ・リーグ、ね、こうなりました。広島が中日に対して3連勝、DeNA、まあ、連敗中だった一つ止めたんですけども、まあ、負け越したという、まあ、阪神は、まあ、そのまま好調維持という、まあ、そんな感じです。で、まあ、ジャイアンツも、まあ、1敗はしましたけどもちょっと状態は取り戻しているというようなね、まあ、そういう3連戦になりました。でまず広島対中日から、広島、野村、森下、栗で、中日の方は小笠原、大野、根尾というふうにね、まあ、ちょっと中日の方が先発ピッチャー困ってるのかな、枚数が足りないのかなっていうような感じのするような先発の立て方なんですが、まあ、広島の方も第一戦、野村が先発しました。小笠原との投げ合い、まあ、1対0、広島ということで、まあ、今季初登板の野村が、5回79球6安打4三振1四球、無失点ということで、で小笠原も非常に良かったです。で小笠原は6回81球7安打2三振無四球1失点ということで、で6回ワンアウト2塁野間を置いてツーストライクから、まあ、ボールで誘おうとした球かな、まあ、チェンジアップを投げて抜いてるんだけども、これを小園が非常にうまく打った先制タイムリー、もうね片手一本でこう拾いに行ったんだけども、できるだけ面を返さずにというか、まあ、そういう形でライトに持っていったタイムリー、まあ、非常にやっぱ好調さがうかがえるような、まあ、タイムリーでした。ただやっぱりこうなんて言うんだろう、追い込んでからだってだからちょっともったいないような気はするんだけどもね、ただタイミングが完全に外れてたから、まあ、相手の方がやっぱり一枚上手だったのかなっていうふうに考えるしかない。それで野村、まあ、低めを丁寧に、まあ、投げてたけども、まあ、真骨頂だよね野村の低めの制球というのは。でも若干高いところもあり、ちょっと危ないこともこう危ないボールもあるなっていうふうには思ったんだけども、まあ、だけど、まあ、中日の方はやっぱこう一本出ないかなというような感じ。まあ、板山の素晴らしい守備もあったりとか、まあ、いろいろ、まあ、正面をつく打球も非常にあったんだけども、まあ、広島の中継ぎ陣、これは見事な、中継をしていくというね、まず黒原、まあ、勝ち投手になりましたけども、で堀江、森浦、ハーンと、まあ、全員左で逃げ切ったというね、まあ、左王国かっていうぐらい、まあ、見事な系統を見せたんだけども、なんか新井監督もちょっと中継ぎ陣の整備の仕方というかいろいろこう考え方がこの3連戦に出たなという感じがしてて、まあ、これは後で話しますけども、ただ広島の中継ぎ陣っていうのはこの夏場非常にこう頑張ってるなという、まあ、僅差のゲームがやっぱ今日の試合みたいに1対0でね勝つ試合なんかもある中で、なんか非常に中継ぎ陣をうまくこう回すためにどうすればいいかっていうのを考えてるなというような感じが、これ左4枚を使ったことでちょっと感じられたんですよ。これは後で喋りますけど、まあでも、まあ、野村が先発して今季初先発、野村がまあ無失点に抑えてあとをつないでいったという、まあ、見事な
試合展開だったよね。これは中日は小笠原を出して、負けたということは非常にちょっともったいなかったなっていう、まあ、中日も3連勝で乗り込んで広島には唯一ね相性が良かっただけにこの小笠原を立てて負けたっていうのが大引かないかなっていうような、まあ、ちょっと危ないなっていう思わせるような、まあ、初戦でした。で2試合目、4対1また広島が勝つ、まあ、3回ワンアウト1、3塁から福永がタイムリー、まあ、カリステのセカンドライナーを菊池が、まあ、候補というね、まあ、もう大ファインプレーというこれで、まあ、セカンドランナーが飛び出してゲッツー、まあ、2回にも先頭打者の中田の打球を矢野がファインプレーしてたりだとか森下が、まあ、そんなには良くなかった、でも本当にバックがねファインプレーで助けたという、だからまあ本当に、投手陣野手陣が本当に一つの輪になって戦ってるなというようなね、感じがした。ただ森下もその野手に頼るだけではなくてだん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 自分も調子を上げてって、まあ、8回101球7安打8三振1四球の1失点という、まあ、見事な投球に変えていくんだよね、まあ、もちろんファインプレーがなかったらもうちょっと失点は増えたかもわからないけども、まあ、だけどよくまあ本当に守ってくれたと思うんで、まあ1失点あと森下は1安打2打点というのも、ついてくるというね、まあ、5回その5回なんだけども、まあ、坂倉ヒット菊池がショートへの内野安打でこれが矢野の送りバントがこれ内野安打、もう本当にね矢野がこうここのとこポイントを握ってるというね、まあ、ちょっと危ないようなバントだったんだけども、まあ、絶妙なところに、転がしていって、まあ、ちょっと小フライになったんだけどもなっていって、まあ、これが内野安打になるとで、まあ、冒頭も誘いながらで森下がノーアウト2、3塁からもう叩きつけてセンターに転がって持っていくというね、いいヒットだったら、まあ、2打点にはならない、まあ、おそらくセカンドランナーは止めたと思うんだけども、まあ、だけどこう叩きつけてボヨンボヨンというあたりがセンターに抜けたから2打点になったというね、まあ、見事なバッティングでした。で中日は9安打で1点しか取れない、でちょっと思ったんだけどこの試合大野が、ね、先発で投げてた。でやっぱ大野っていうのは今までの大野とはちょっと違ってある程度やっぱ点数がいるぞというような感じで見てたんだよね。で、まあ、森下で点が取りにくいっていうのは分かるんだけども、まあ、初回村松ヒット福永にバントさせたシーンがあってこのバントが失敗で、セカンドに刺されるんだよね。まあここら辺福永だったら2番もう強気に行ってもよかったかなっていうようなね、まあ、そんな感じはするんだよね。で、まあ、大野だとやっぱこう 4、5点の勝負になるかなって今の大野であればね、まあ、状態的にはこういつも見てるわけじゃないから、まあ、定かではないけどもなんかこう、今シーズンの出来だとかそういうのを見てたら、まあ、ある程度点はいる、だからもう最初から打たしていってもよかったのかなっていうような、まあ、思いではちょっと見てました。まあ9回3点差で迎えて、栗林ねピッチャーがで細川が先頭打者でヒットで出る、中田の三塁強襲の強烈な当たりが飛んでって、まあ、ヒットになる、それがこう後ろに後逸するような形になってて、で細川が一塁ランナーでサードまで走って、まあ、サードでアウトになるというね、まあ、3点差を考えたら絶対アウトになっちゃいけないとか、まあ、そういうことも含めてこんなことをやってたらやっぱ9安打で1点しか取れんわなっていうような、まあ、ちょっとそんな感じがする。だからもう少しこう点差だとか、まあ、そういうのを理解して、まあ、できる時もあるんだけども、まあ、いけると思ってねわざわざアウトになろうと思って走ってるわけじゃないけども、まあ、だけどやっぱそこら辺はもう 100% 以上の確率がないといっちゃいけない場面だよね。3点差でランナーを貯めていかなきゃいけないわけだから、まあ、こういうことをやってるとやっぱ9安打でも1点しか取れないなっていうのが、まあ、納得するしかないというね、ちょっと残念な走塁がありましたということです。で3試合目、
6対4広島で、この試合は根尾がね今季初先発、まあ期待しました。どんなピッチングを見せてくれるかというね。まあトータル的に3回54球8安打1三振1四球6失点というね、初回いきなり5点を取られるというみたいな。で2回には秋山がソロホームランで6失点というね。で広島はもうこの時点で6連勝を決めたという、まあそういうことはもう本当になんて言うんだろうな、まあ今日は連敗止めようぜみたいな、まあ根尾頑張れよみたいな、まあそういうことで始まったと思うんだけども、なかなかね、やっぱり好調広島には通用しなかったというね、まあそんな感じがするし、やっぱ相手は小園とか坂倉だとか、まあ、状態も上げてってるから、まあ、なかなかこう許してくれなかったよね。まあ、3連続タイムリーが出て、まあ、一気に5点を失うんだけども、まあ、これではやっぱりもう中日とすればやっぱこうヒットはね、まあ、あの相手よりも打ってるんだけども、11安打してるんだけども、やっぱこうモチベーションがなくなるよね。最初からもう6点取られると、まあ、なんとかこう追いつこうとして4点までには迫っていくんだけども、まあ、だけどひっくり返せるという雰囲気はちょっと全くなかったかなっていう感じがしました。でこの試合で、7回島内、8回半で9回に栗林ということを使ってきたんだけども、まあ、1戦目の時に左を4枚、使って、まあ、抑えていったんだよね。あの全員左をね、まあ、その中で島内大体8回で登板するピッチャーを今日は7回から持っていってるんだよね。で打順を見るとまあクリーンアップっていうか、一番こう中日で当たってるというか、中心部に当たるところに持っていってたりだとか。で栗林、あ今日も使ったんだっていうふうに思ったんだけど、その栗林が使ったら三者三振という、だから非常にこの夏場に向けて、まあ、左も揃ってきてるし、まあ、右も流動的にね、相手の打順を見ながらとか、まあ、相手が右から始まる左から始まる、まあ、そういうことによってなんかこういいピッチャーをそこに、つぎ込めるような形を作っていくのかなっていうような。今までは8回島内、9回栗林とかね、で7回には森浦とか、まあ、そういうピッチャーが投げてたんだけども、だけどそれをこう左も非常にいいんで、あの流動的になんかこう中継ぎ陣を組み替えてくるのかなっていうようなことが感じられた、6連戦、3連戦でした。だからまあ9連戦が始まるし、その準備はもう広島は整えたかなっていうような、まあ非常に先を見て戦えたなっていうような、そういう3連戦だというふうに見ました。はい。で続きまして DeNA 対阪神ね、まあ DeNA は連敗中ということで、阪神は連勝中ということでね。で、DeNA ジャクソン、吉野、ケイということでね。で阪神の方は、村上、大竹、西ということでありましたけども、まあ、1試合目は4対2阪神、これはね村上が珍しくフォアボール2つデッドボール1つで満塁を作るんだよね。で2回に、まあ、林が犠牲フライで、先制をするという、まあ、非常にやっぱ珍しいし、村上っていうのはほとんどフォアボール出さないとかコントロールのいいピッチャーなんだけど、やっぱ夏場っていうのはこういうこと起きるのかなという、でまあ先制されるという、まあ、しかし6回近本デッドボールでジャクソンが良かったんだよね。ここまでで中野が送る、これはやっぱもう送ることが定番になってきたよね。だって森下が非常に、里輝が打つ、大山が勝負強くなってきてるということで言えば、やっぱ中野が送るよね。そしたら森下が同点タイムリー、まあ、佐藤ヒットでワンアウト一三塁、大山が勝ち越しのタイムリーって、もうこの時ぐらいにね、もうジャクソン諦めるかなと思ったらちょっと引っ張るんだよね。で前側の時に投手交代京山で、前側をセカンドフライで木浪がフォアボールで、この木浪のフォアボールを見てツーアウト満塁
バッター坂本でピッチャー京山、もう絶対 100% まっすぐ狙ってくるなっていう組み立てだったの。フォアボールの出し方も。でこの日はなぜかやっぱこうまっすぐまっすぐで押してたんだよね。まあ確かにまっすぐの走りは京山は悪くはなかったけど、だけどこれはもう坂本キャッチャーの読みからすると、ツーアウト満塁、まず必ず初球はまっすぐから入ってきてストライクを取りたい、もうそこまで心理を読んで坂本が初球を狙って2点タイムリーという、もう4点を一気に取られるというね。だからここで考えてほしいのは、そうだったら少々のボールでも手を出してくるんじゃないかという読みもあってよかったと思うし、やっぱ初球っていうのはストライク取りたいだろうけども、やっぱりこういいストライクを取らないとこうやってこういう打たれ方するんだよね。だからこれ、まあ、一気に4点を失う場面だったんだけど、この試合は次の差が出ちゃったかなというね、まあ、そんな感じがします。まあ京山、まあ、よく頑張ってるけど、まあ今日みたいなね、この日みたいにやっぱ苦し紛れにまっすぐ行ったら、必ずやっぱり相手は100で回ってたら芯には当ててくるよ。で全部がヒットになるかって言ったらそうでもないんだけども、やっぱ芯に当たる確率が高くなればヒットになる確率も高くなるということをやっぱ覚えておいてほしいなと思うよね。で阪神はやっぱ勝ちパターンの石井桐敷を使って、まあ逃げ切っていくわけだけども、やっぱこれを見るとちょっとこの試合は中継ぎの差が出ちゃったかなというね、それと考え方の差が出ちゃったかなという、やっぱこう石井とか桐敷とかいうのはやっぱ低めに丁寧にというか、まあ、開き直るんじゃなくてなんとか打ち取ろうとする、まあ、粘りというのがねすごくあるんで、まあ、そこら辺を京山が身につけると、まあ、いい中継ぎピッチャーにはなるとは思うけど、まあ、ちょっと残念な1球だったなっていう、坂本に投げたのはね。ただ坂本があそこまで読んでしっかり打ち返したっていうのは、今のチーム全体の好調さを表しているような、まあそんな感じもしました。で2試合目、10対4、DeNA 初回ともに3点をホームランで取り合う展開というね。で森下ツーラン、サトテルソロホームランで、もういきなり3点取られる。ああもう今日もダメだと思った。それはなぜかというと、もう DeNA の雰囲気が最近あの戦ってる雰囲気はないからね。まあだけどこの日は牧を2番にしてオースティンを4番にした、そのオースティンが、梶原牧を置いて同点の3だということで、まあ流れを引き戻してくれたんだよね。でこの試合で流れを変えたのは、膠着状態の流れを変えていったのは、まあ5回、中野が2塁打、まあ、サトテルがあのタイムリーで、まあ、勝ち越すんだよね。でなおランナー一塁で、大山のセカンドゴロを牧がもうこれ完全に抜けたっていうのを必死に牧を追っかけて、あの飛びついてアウトにしたんだよね。それで、その後そのファインプレーがあったおかげでその回をあの0点に抑える。まあその回っていうか1点取られてんだけど、あの勝ち越されてるんだけど、その後点をやらずにチェンジになってんだよね。でその裏、6回にオースティンの同点ソロホームランが出て、7回には佐野のタイムリーが出てくるという。で8回には林のセーフティースクイズがあったりとか、牧のタイムリーなので、まあ、一挙10点取るんだよ。でやっぱりこう一つの流れを変えるに、DeNA の方は牧のあの守備、あの気迫があったね、あのプレーは。だから流れも変えたと思うし、あのままあれが抜けてたとしたりだとか、大山が内野安打で出てたとしたら、あの回何点失点をしたかわからないぐらい。でもあのプレーは本当に素晴らしいプレーで、やっぱポイントとなるプレーというふうに僕の目にはちょっと映ったんだよね。で連敗を9で止めた、これもそのバッティング、まあ確かにあの佐野のバッティングっていうのはやっぱ素晴らしかった。勝ち越してね、
決勝点になるようなタイムリーだったんだけども、まあ守備で流れを変えたっていうのは、まあ、DeNA の方はいつもそのバッティングとかでね、流れが変わったとかしてたんだけども、こうやって守備で変えられることもできるじゃんみたいな、まあ、そういう新しい発見というかね、そういうものもあったゲームだったし、まあ、9連敗中だったがために、まあ、みんな必死さが伝わってきたしね、まあ、すごくいい試合だった。で阪神は9アンダー3つのエラー、まあ、この日は、まあ、阪神はあの、まあ、守備もあまり良くなかったし、まあ、フォアボールが点になるというね、そういう流れになってきたね。で、まあ、勝ち越されるとやっぱり切り式石井っていうのが使えなくなると、やっぱり少し昨年と違うのは、昨年は勝ち越されても相手に、まあ、ここで頑張れるかなと思ったら中継ぎ陣がほとんど頑張って、で野手陣がそのうち追いついてまたひっくり返してるっていうパターンがあったんだけど、今年の阪神はそこまででもない、まあ、調子は今絶好調で、まあ、本当に実力が今出てきて戦ってると思うんだけども、やっぱ勝ち越されて勝ちパターンが使えないってなると少し昨年よりは弱いね、まあ、そんな感じがする。だから本当に阪神と戦う時は、まあ、先行でいくと、まあ、あのペースは握って戦えるかなっていうような感じがしました。で3試合目、4対0、阪神森下の10ゲーム連続の打点ね、初回に。で阪神の右打者では最高位に、なったというね、まあ一番13試合というのがバースが記録を持ってるらしいんだけども、森下が10ゲーム連続の打点というのは、まあ、阪神で言えば右打者では最高だということだよね、うん、で、まあ、それで阪神が先制で4回ノーアウト満塁のピンチを DeNA が迎えて、K は、まあ、これをしのいでいくんだよね。これは阪神にとって、まあ、絶対流れが、悪くなる。いやこれはもう絶対、DeNA が取るだろう、点を取るだろうと思ったんだけども、その裏4回 DeNA 2アウト1・3塁から林のヒット性の三遊間のあたりをサトテルが本当になんていうのかな、うまくグローブに入れていくんだよね。こう入れていくっていう表現がいいと思うんだけど、こう先っぽでに先っぽで掴んでいってアウトにする。まあここで1点を取られてて同点になってたとしたら、おそらく流れは DeNA になってたと思うんだよね。やっぱ4回のノーアウト満塁が点にならない阪神は、いやこれは痛かったぞっていうふうに思った、その裏だっただけにね、まあ、サトテルのファインプレーっていうのはこう大きかったなという。で5回、中野森下を塁に置いてサトテルがKからスリーランホームランという、やっぱすごいバッターだな。何がすごいかっていうと、やっぱスライダー低めの、そんなにコースはボール1個ぐらい甘いぐらいなんだけども、高さはもうベスト、ピッチャーからすると。だけどあれをやっぱセンターバックスクリーンの右に持っていけるんだからね。だからやっぱこう状態が上がってきた時のサトテルっていうのは半端ない力を発揮するね。だからまあまあ見事だわ。これはもうパワーにやられたというね、まあホームランでしたけども、まあ阪神は勝ちパターンの投手をまあつぎ込んでいって、石井、桐敷、ゲラ、岩崎ね、まあこれでまあ完封リレーするというね。まあ西5回101球ちょっと球数はねちょっとかかったけども、2本のヒットしか打たれてないし、まあ3つの三振、まあ、三四球というのはちょっといただけないけども、だけど無失点に抑えるというね。まあ DeNA は3安打、オースティン、宮崎の2本だ。まあ昨日連敗を止めたのはオースティンがね、2本のホームランを打ってくれたから、まあ、1人で4打点を挙げてくれたから、
ということも言えるけども、全体的にはやっぱこう DeNA は疲れが来てるのか、ちぐはぐしてるのか、ちょっと雰囲気は悪いね。これは夏場ドームであんまり戦えることができないし、まあ、9連戦が始まるし、まあ、非常に辛い夏にならないようにちょっと頑張らないと本当に置いていかれるなという感じがしました。まあ、阪神はちょっとこのまま継続していくなっていうふうに、ただ広島を捕まえないと本当に広島が計画的に非常にうまくいってるんで、まあ気をつけないといけないなっていうふうには思いました。はい、続いて巨人対ヤクルトね、巨人赤星、井上、菅野、ヤクルト奥川、高橋、石川ということで、1試合目4対2ヤクルト、2回中村のセーフティースクイズで、まあ、細かく点を取ろうとしてたね、この日は。でなぜかというと、やっぱ奥川をある程度信頼してるという、まあ、投手として、である程度クオリティスタートなどいろいろしてくれるピッチャーだけに、細かく点を取っておけばなんとかゲームになるぞというようなね、まあ、そういうことが感じられた。その奥川が6回86球2安打2三振、無四球無失点ということで、やっぱり無駄なことしないピッチャーだね。で対する赤星、6回99球4安打3三振、3つのフォアボールに3失点という、で6回2アウト3塁、この回先頭の西川をフォアボールで出すんだよね。で3塁までだから2アウト3塁になるんだけど、これオスナを敬遠するね。で2アウト1、3塁、太田が初球をタイムリースリーベースという、ここで2点を失うんだよね。まあスクイズと2点で計3点になっちゃうんだけど、赤星も良かったんだけどね、赤星がどうして勝てないのかって、まあ本当にいいピッチングはしてると思うんだけど、爪の甘さなのかな。初球も太田がうまく打ったっちゃ打ったんだけど、ただ変化球を投げとけばいいぞっていうような感じに見えたんだよね。初球はこの変化球でストライクを取りたいという、ちょっと落ちる系のボールだったというふうには思うんだけども、ちょっと安易に取りすぎたかなっていう、まあ、変化球でもああいうふうにこうチャンスをもらってるバッターっていうのはかかっていくからね、初球から。だからそういう気持ちを逆手にとって遊ぶぐらいのつもりで、もっと抜いてやるとか、もうボールから入って振らすとか、まあそういうことを相手が見えるといいなっていうふうに、まあこの場面では強く思いました。で9回はエラー絡みの西川の絡みで、まあ西川のタイムリーとかがヒットが出て、まあ負けにつながるというね。まあ巨人の方もね、連敗中で、まあ、すっきりはしてなかったと思うけども、まあ、ちょっともったいないなということと、やっぱこう岸田がこの日はね、なんかちょっとポロポロ慌ててたなというね、まあ、そんな感じがしたんだよね。でどうした岸田と思ったぐらい、まあ、外野の送球は弾くし、なんかバント処理はもたつくしっていうような、まあ、そんな感じがあったんで、ちょっと岸田も、まあ、1シーズン戦ったことないから疲れが出てきてるのかなっていうような、まあ、そんな感じがしました。はい、で2試合目、8対4、まあ、巨人が勝つで、村上が初回20号ツーラン6年連続となる、まあ、ホームランで、まあ、先制、まあ、20本を6年以上続けてるんだね、6年ね連続で続けてるという。で2回大城のショートの内野安打、坂本が綾のツーベース、まあホームラン入るかなっていうフェンスの上段に当ててのツーベースで、岸田、まあスリーランホームランというね。まあ昨日やっぱこう負けたことで、岸田が自分でポロポロしてて、まあ反省もあったんだろうね、こう意地もあったんだと思うんだけども、なんていうのかな、こう昨日の今日を取り戻すっていうようなね、まあそんななんかこう意地というか、
こう気持ちがあったホームランに見えました。だから素晴らしいホームランに見えたし、ああこの男なかなかやるなっていうふうにちょっと感じさせてくれたのがすごく嬉しかった。で3回には大城がタイムリーで、5回長岡宮本を連続三振、前の回から、合わせて3者連続三振の高橋奎二、あと1人で、長岡井上ね、5回長岡宮本を連続三振、まあ、前の回から、まあ、ピッチャーなんだけど、3者連続三振であと1人で、まあ、勝利投手の権利を持てるという。だどう何したのか、山田村上連続フォアボール、オスナタイムリー、もう阿部監督井上から船場様へスイッチしました。これもう当たり前だよね、何をフォアボール出してんだって、2人連続ででタイムリーも食らってって、やっぱそこら辺にやっぱ乗り越えないとスッとね、でもったいないなと思って、でまあ5回、まあ、吉川を置いてヘルナンデス、ツーランホームランで岡本が17号ソロホームランで、まあ、一気に勝負を決めるというね。だからもったいないんだよ、井上4回3分の2で4四球ね、これ変えられるよ。で高橋奎二、4回99球、10本のヒット4三振無四球7失点。高橋奎二の場合は無四球っていうのがちょっと気持ち悪くて、あまりにもストライクゾーンに投げすぎたんじゃないかなっていうようなこの日だったんだよね。もう少し荒れていいんだよ高橋奎二のは。やっぱまとまろうとすると細かいコントロールがないから、やっぱ打者からすると真ん中真ん中に集まってる感じがして捉えやすくなるんだよね、力があっても。だからもう少し真ん中、フォアボールないぞっていうのをその自慢するんではなく、まあ自慢もしてないんだろうけども、なんかこうもうちょっと散らした方が良かったなっていう、逆に言えばなんかそんな感じがしました。だからあんまりにもまとまりすぎて打たれちゃったというね、高橋奎二ちょっともったいなかった。それと井上ももったいないね、勝ち投手になれたのになっていう。でこの試合で一番驚きは船場様がバッティングがいいっていうこと、非常になんかかっこよかった、あの犠牲フライになったやつはね。だから非常になんか使えるなっていうような感じがしたけど、まあまさか二刀流とかね、まあそういうのはならないとは思うけども、まあでもちょっといいバッティングしてるなっていうのはちょっと感心しました。はい、3試合目、菅野、これは4対1、菅野が10勝ね、早々もう菅野がね10勝できるかっていう春先の質問に対して、まあなんて答えたかちょっと忘れたけど、でも本当にやっぱ力のあるピッチャーだね。まあ、10勝で7回89球5安打4三振、まあ、1四球の1失点ね。で対する石川、5回75球5安打1つの三振に2つのフォアボール2失点ということで、まあすごくいい投げ合いな感じはするけども、やっぱ菅野の方がちょっと圧倒してたよ、まあ、そんな感じがするよね。で、まあ、石川がもったいなかったのは、まあ、初回の2点で先頭の丸にヒットが出るんだけど、吉川をゲッツーで取るんだよね。その後ヘルナンデス岡本に対してフォアボールを与えるんだよ連続で。その後に大城がセンターオーバーのツーベースで2点タイムリーを打たれた。非常にちょっとツーアウトをいい形で取ってただけにちょっともったいなかったなっていう、そんな感じがします。うん、でなおもピンチだったんだけど、これ坂本の当たりを岩田がすごかったね、もう大ファインプレーをしてくれて、まあピンチを救ってくれたという。まあ5回には吉川のね、今度はこうレフ坂本のはレフト寄りだったんだけども、ライト寄りの吉川のもう配送していって、もうフェンス間際まで飛んでるやつを、まあ、岩田が取るんだけど、やっぱ守備範囲も広いし、まあ、非常にこの落下点に入るのが岩田はうまいね。これだから本当にピンチをね、まあ、石川が投げてる時は救ってました。でその岩田
5回2アウト、まあ、山田が出るんだけども、あの岩田のセカンドゴロとかショートゴロが、それでランナー入れ替わるんだよね。その後盗塁をして西田のヒットで帰ってくるというね。だから非常に岩田はこれから面白い選手になってくるなっていうね、まあそんな感じがしたし、まあヤクルトは最下位に低迷してるけども、やっぱこういう選手がね順調に育ってくると、まあ面白いなっていうふうに思いました。はい。で、まあ8回、まあ勝負を決めるシーンなんだけど、岡本が犠牲フライ、坂本がまあタイムリーで、まあ2点を取って、まあ投げ切る、あの逃げ切るというね。まあその中でファーストに入った村上も、まあファインプレーとか、まあバントの処理の時にね、勝負フライになったやつを飛びついたりとかして取ってるけども、気持ちはねヤクルトの選手が出てないわけではないんだけども、どうしてもなんかこう後手を踏むというかね、まあそんなんでもったいないし、まあ菅野はやっぱさすがだな。ちょっと気に入らないところでブツブツ言うシーンはあったけども、まあだけどなんていうのかな、まあ下位打線に、まあ、ちょっとやられたりだとかして、まあブツブツ言ってるのは気持ちわかるし、まあ完璧主義者だからね、まあ完璧にはいかない、まあいかなかったまでも、やっぱりこの時点でこの8月まだね始まったばっかりで10勝してるというのは、やっぱさすがだね。やっぱ頼れる人間がいるという、やっぱ赤星の上を立てて、まあ勝てば儲けもんというピッチャーで立てて、でも菅野が3戦目に控えてて絶対負けられないというやっぱ気持ちでやってると思うんだよね。まあそこでもう負けてないという、まあここら辺がやっぱり立派だったというふうに思いました。はいはい、続いてパリーグです。はい、こうなりましたね。ソフトバンクと日本ハム、まあいろいろ感動的な試合もあったけど、まあ結局は2勝1敗でソフトバンクで、オリックス連敗中だった、まあ連敗を止めたけど、まあ負け越したというね。で、まあライオンズ、楽天というね、まあ1勝2敗ずつみんなね2勝1敗ということで、まずはソフトバンク日本ハムからね。ソフトバンク、スチュワート、有原、大関、日本ハム、加藤、根本、伊藤ということで、始まりました。で、1試合目6対4ね、あのソフトバンク初回、山川タイムリー、近藤ツーランホームランでいきなり3点というね。もうこれね、初回からね本当にね、いいピッチャーからやっぱ点取るんだよね。まあ3回にも近藤がソロホームランで、突き放していくというね。まあ4回郡司がソロホームランを打つが、その裏に甲斐がソロホームランで、点差を縮めさせないというね。まあでこの試合でね、やっぱねソフトバンクの強さを見たのは、まあ攻撃もさることながら球際の強さ、川瀬のファインプレー、まあ3つあったんだよね。センターに抜けそうなのも飛びついてとか、それとかカバーリングに来ててファーストが弾いたやつをダイレクトキャッチしてるぐらいカバーリングにセカンドから走ってきてたりだとか、だからそういった献身性だとか、もうファインプレーする球際の強さ、これ今宮にも球際の強さっていうのをすごく感じるんだけども、なんか投手力とか打撃力とか、まあそういうこともこう言ってる、まあ確かにそういうことも強さの一つなんだろうけども、この試合では守備の球際の強さっていうのがものすごく光ったね。まあ今宮、周東、甲斐、まあ川瀬とかもそうなんだけども、まあセンターラインがやっぱしっかりしてるわ。だからまあ本当にいいチームだなって、強いチームだなっていうのは感じさせてくれる。だからまあ6対4、まあその4点をこう日本ハムは追い上げていったんだけども、まあこうなんていうのかな、初回の畳みかける攻撃、まあ山川のまあタイムリー、近藤のツーランとかね、
まあすぐさままた突き放して近藤がホームラン、軍事のホームランが出たら甲斐がホームランを打って、まあ点差を縮めさせないとか、まあ、やっぱね、まあ、憎たらしいぐらい強いね、っていう球際の強さだとかそういうのを感じた、まあ、1試合目だったね。で2試合目、7対8、8対7日本ハム、初回に清宮の先制タイムリー、まあしかし2回3回で6点を取られる、根本がね。で2回周東のタイムリー、柳町犠牲フライ、3回にはノーアウト満塁から正木が犠牲フライ、甲斐がつなぎ、また満塁にして川瀬がタイムリー、周東がタイムリー、内野安打ね。で気持ちがやっぱり沈むところなんだよね、この時点で6対1だから。で5点差あった、で相手は有原だよ、これはダメだなと思ってたら、まあ4回、万波がツーランホームラン、このねちょっと外寄りのカットボール、こう沈みかけのところを持ってったね、やっぱ力あるわ、まあ魅力だね。で5回、清宮がスリーラン、これチェンジアップをなんていうのかな、こうしっかり引きつけて持ってったというね、こうホームランなんだけども、まあこれはやっぱり勇気が出るよね。でも7回、山川がソロホームランで勝ち越しを許すんだよ、19号。ああさすがにやっぱ強いなって、有原も投げ続けてたからね。だからこれでちょっとの間勝ち投手の権利をもらえるんだよ、6失点してるんだけど、まあそこら辺の強さっていうのもあるんだけど、まあそれで8回、ヘルナンデスから万波が同点タイムリーで、レースが勝ち越しタイムリーということで、このレースがヘルナンデスの、まあ、サイドからのピッチャーなんだけど、これ色気を持たないでもう完全にヒットを狙いにいってる、勝ち越しタイムリーを狙いにいって右方向を狙ってたんだよね。だから非常に何て言うんだろう、レースも日本の野球というか勝つことに対しての貪欲さが出てきてるなというような感じがするよね。で万波のまあしぶとさ、まあ刺激だね、万波をこう外されたりとかもしてて、やっぱ自分がレギュラーだというこう自負があるのに、まあそこをわざと外して本当は使ってもいいと思うんだろうけども、まあわざと外してちょっとイライラさせて、いやいや打たなかったら外すよみたいなところを匂わせておいて、まあ万波にいい刺激を与えながら、まあホームランを打たしたりだとか、また同点タイムリーを打たしたりだとか、まあしてるという、まあ新庄采配というのは見事だなっていうのと、あとはレースの使い方、まあ代打で出てきてね、まあタイムリーを打つんだけども、まあレースが打つとやっぱチームが盛り上がるんだよね。で、レースはムードメーカーでもあるし、やっぱね、これからやっぱ夏場に向けて、まあ飛び道具というかホームランを打てる人だとか、まあそういったことで、まあレースは勝負強さも持ち合わせてるし、だからこの人がやっぱこうポイントを握ってる、だから新庄監督が使ってタイムリーを打たす、だから非常にいい流れになってきたなっていうね、まあそんな感じるゲームでした。で3試合目、3対2サヨナラ。この試合はね、まあ、大関と伊藤の投げ合いは本当にめちゃくちゃ素晴らしかった。で大関8回、107球2安打7三振、2四球1デッドボールの2失点で、伊藤7回、90球3本のヒット7三振、無四球1つのデッドボール1失点という、本当にねガチンコの投げ合いっていうのはこのことかなって思うぐらい、まあ、見事な投手戦だったんだけど、でも思ったのは調子がいいだけにちょっとポカもあるだろうなと思ってたら、4回栗原が先制ホームラン、まさか打たれる状態ではなかったのに、これ先頭打者初球の、まあ、ちょっとスライダーかカーブみたいなそういうボールで入ったんだよね。それね、伏見は外構えたんだけど内に入っちゃったんだよ。それを栗原が逃さなかったね。まあ見事なホームランで、まあ、先制していくわけだけども、ただ大関と
伊藤を比べた時にもう双璧だったんだよね、出来は。で大関の方は6回までノーノーやってるんだよ。でこれいかれるんじゃないか。で7回ワンアウトからレースがライトへ詰まって落としてくれたんだよね。まあ、それまでノーノーだからさ、もう手の打ちようもなかったということで、すかさずダイソーにそばとを送る。で2アウトから代打野村を送るんだよね。でその時にやっぱ磯畑、まあ考え方とすればこう一発走らせてくるのか代打野村に勝負させるのかっていうすごく迷いがあったと思うんだよね、ソフトバンクの方は。でやっぱりこう磯畑を代走に出て2アウトになった、やっぱ動かしてくる新庄監督だから、あの何かあるんじゃないかと思って、おそらくバッテリーは考えてた。で野村の頭はやっぱ磯畑、そういうふうに考えてきたら絶対まっすぐが来ると、外に盗塁をさせ、盗塁されても盗塁がさしやすいような外の球から入ってくるんじゃないかな、ないかなっていう多分野村の読みもあったと思うんだよね。まあ見事だったよ、その初球のまっすぐ外の高め、センターの左に放り込んでいったもん。ああ見事だったなと思って、いやだからダイソーが走るだけではなくてそういう相手に配球を変えさせるという、それとバッターも読みやすくしてあげるという、これがハマって2対1で逆転するんだよ。だからこのねダイソーの使い方、代打の使い方っていうのはいや見事だったと思うんだけども、で9回思ったね、やっぱ1点が欲しい。で磯畑がフォアボールで出るんだよ。で盗塁でアウト。で松本剛がヒットで出て、また仕掛けて2アウトからね、仕掛けて盗塁アウト。これ甲斐が指してんだよね。で今日は海野が先発だったんだけど、甲斐、海野に代打を送った関係上、甲斐がマスクをかぶって出てきたんだよね。この2つの盗塁を甲斐が刺したという、なんかちょっと嫌だなと思ってた。で9回田中正義が出てくる。で田中正義この前もそうだったんだけど、なんか先頭バッターだけは出したくないなって、先頭バッターさえ出さなかったらなんとかなるなってまあちょっと思った節があって、そしたら栗原がフォークボールをライト前にヒット、山川がまっすぐをレフト線にツーベース、もういきなりノーアウト2、3塁になった。ああと思って、まあ次コンちゃん、もう絶対申告敬遠して満塁策しかないなと思う。そしたら正木、この男はやっぱ冷静だな。こういう場面ノーアウト満塁でやっぱ内側に田中正義は投げきれないということもやっぱ読んでるね多分。だからライトの方向に打てばノーアウト満塁だし、まあ、サードランナー入ってセカンドランナーもタッチアップしてくれると次のバッターが打ちやすくなるっていうことまで俺は正木は考えてたんじゃないかなと思って、そしたらもうライトに打たれる。この場面ではやっぱインサイドがポイントなんだよね。インサイドに行かないとやっぱ抑えきれないんだよ。だからやっぱそれを、まあ、正木がうまく打った方がうまいとは思うけど、まあ、ライトに打って、まあ、セカンドランナーまで、まあ、ファーストランナーまでタッチアップしてね 2,3 塁になったという。で続いて柳町が、まあ、センター前で終わるというね、まあこれはね日本ハムにとっては痛かったよ。まあ、感動が2試合連続で続くかなと思ったら、まあやっぱ強いソフトバンクはそれを許さなかったね。でこの試合で今宮がショート出場でパ・リーグ記録、松井和夫を抜いて歴代ショートでの出場のトップに立ちました。このショートでのトップっていうのはすごいことで、これ何がすごいかっていうと、やっぱね俺もショートやったことあるけど、どのポジションよりも、まあ、キャッチャーだけはやってない、キャッチャーピッチャーはやったことないんだけど、その中それ以外のポジションの中で一番きついよ。体にも負担がかかる、精神的にも体が負担がかかる、まあ、その中でパ・リーグトップに立ったということは、あの小さな体でよくやったなと思ってね。やっぱこう怪我がちにはなってるけど、でもあの体でやっぱトップ
踊り出たっていうのはもう立派としか言いようがない。ただ今宮曰く、いや2000試合をそれ以上僕より出てる坂本さんがいるんで僕なんか大したことないって言ってるけど、いやいやそんなことない、大したもんだよ。まあおめでとうございましたね。それともう一つ、宮西が400ホールドね、勝ちゲームで決めたかったよね。でね、2位がね300いってないんだよ。でもダントツなんだね、400っていうのは。だから宮西がどれだけすごいかということだよ。だから地味だけども、まあ非常にこうね、今日達成したけども、まあ立派なホールドでした。まあ勝ちにしたかったね。まあ次も頑張ってね、401を目指して頑張って。でオリックス対、千葉ロッテ、オリックス宮城、田島、曽谷で、ロッテ石川、西野、種市で、1試合目、3対2、ロッテね、オリックスは10連敗、ロッテは4連勝。まあ2回にね、宮城から久々の田村のタイムリー、岡のタイムリーでもう 一気に3点取られるんで、まあ一気というのはやっぱ宮城だから一気でね、一気に取られたなっていうような感じがするし、宮城がなんかここのとこある回だけ、まあこの前ソフトバンクで初回とかある回だけなんか失点をポーンと重ねてしまうと。で6回セデウの杉本のタイムリーでまあ2点を返すけども、まあ及ばずなんだけどもね。5回にはねワンアウトから若月がなんとかしようとして1、3塁を作るんだよね。まあプッシュバントしてヘッドスライディングして内野安打を勝ち取ってね、とか、まあ7回には北がピンチを救う、レフトからファーストに投げて、まあ、一塁ランナーの動きを見てたんだろうね。まあ2、3塁だったんだけど、あ、1、2塁だったんだけど、一塁ランナーを差しにね、一塁に投げてアウトにしたりだとか、まあ、マチャドが相手のスクイズをね、阻止したりだとか、まあ、非常に連敗中でありながらもう本当に何とかしようとするね、気持ちが出てたゲームだったんだけども、まあ及ばなかったというね、3対2という。まあ宮城8回107球7安打2三振2四球 1デッドボール、まあ、3失点ということで、まあ、2回の3失点だけなんだよね。で石川5回67球、5安打3三振無四球無失点というね、まあ、石川はやっぱこう復帰してから本当に安定したピッチングを、まあ、1回だけちょっと荒れた試合があったけども、それ以外は本当に安定したピッチングを見せてくれるし、なんかこうロッテが2位にね、今いることも分かるような、まあ、そんなピッチング内容でしたね。オリックスは本当にいいプレーだとかそういうものが随所にあったんだけども、まあそれを生かしきれなかったという試合でした。で2試合目、5対1、田島、まあ非常にやっぱ田島がいいここのところで、8回111球6安打4三振1四球の1失点、まあ本当に好投してくれたという、まあ連敗を止めたという試合になったんだけども、まあ初回、まあ1、2番が連打、大里、西野が連打で4番西川が犠牲フライ、まあ、3回に藤岡がタイムリーで、まあ、同点にされるんだけども、5回2アウトから森西川連打、セデーニョフォアボール、デッドボール、それで北が西野のフォークをレフト線ツーベースまくったね。はい、非常にうまく引きつけてレフト線にツーベース打ったという。で3対1で紅林も2アウト2、3塁から2点タイムリーヒットということで、まあ都合5点になるわけだけども、まあ守備では、杉沢、
4回先頭打者センターに大きなフライ、来た4回送球三塁へ、ね、大里9回ファインプレー、連敗が止まるというね。だからなんていうの、初戦もそうだったんだけども、まあ、非常に守備がね安定してきてるなというそんな感じがしました。それでやっぱこう、まあ、このままじゃいけないっていうのがやっぱ伝わってくるし、で田島の投球する姿、まあ、そういうことを見てるとなんか非常に心強く、まあ、感じた。まあ、このままやっぱねオリックスも今シーズン終わるわけにいかないし、やっぱ5割いって貯金を作って終わるぐらいのモチベーションでやってほしいよね。で3試合目でこの試合は、3対0ロッテ、まあ、また負けたんだけども、岡の先頭打者ホームランで、まあ、先制。これね、まあ、1点を先に先制するんだけど、種市がねこの前一気に崩れた試合があって、でもこの試合どうするかなと思ったらやっぱり慎重だったね。7回111球4安打8三振1四球、無失点という、だからまあこの前なん一気に何点取られたら7点ぐらい7失点か6失点かした試合が、まあ、楽天の時にあったんだけども、まあ、それを反省してよーくこう低めに丁寧にピンチの時は特に集めてたような気がしたよね。でそれに劣らず曽谷も良かったんだよ。7回103球5安打6三振1四球1失点というね、まあ大里がまあこう敗走してファインプレーする、紅林が飛びついてファインプレーする、まあこういうことがあってねピッチャーを盛り上げたんだけども、まあ9回2アウト満塁から、吉田輝星からかな、小川の2点タイムリーで、まあ、決着するんだけども、まあ、小川もすごい打ち方したね。詰まりながらというか、あれがやっぱ縦振りなのかな、脇上げて向こうに押し出していったけども、だから、まあ、まあ見事な技ありのヒットを打ってくれた。まあこれを見てるとね、ファインプレーとかいろいろあるんだけど、まあ、最後の執念の差っていうのは、だから今置かれてるチームの目標の差というかモチベーションの差がこの試合は出ちゃったのかなっていうような、まあ、気がしました。はい。で最後西武対楽天、西武は今井、竹内、菅井、楽天は内、滝中、鶴崎ということで、1試合目ね、3対2、楽天、まあ、村林が2回先制犠牲フライ、まあ、3回は野村がソロホームランで同点というね、4回昼間が盗塁を決めてガルシアがまあ高めの球をタイムリーっていうか、やっぱ身長もでかいし力があるね。だからまあ盗塁を決めてタイムリーで返すっていうのはなんか西武らしい、まあ、攻撃がちょっと見られたなっていう。で軸がしっかりして打てるから、まあ、力が抜けるとまあいいよね。ガルシアなんかこう力むとねこう軸っていうのはブレてくるんだけども、もう本当にこの位置でカーンと回れるから非常にガルシアはこれからも打ってくるんじゃないかなっていうようなそんな気がしますね。まあ、しかし5回中島がプロ初ホームランツーランで逆転、楽天の中島打ったね、プロ初ホームランね、青山学院だったかな、ね、キャプテンスライダーを見事ね。これ今井がね投げててスライダーをよく打たれるケースっていうのが非常になんか目につくんだよね。でその今井は7回119球、6安打8三振2四球3失点、だから打たれるのはなんかこうやっぱスライダーが多いなっていう、まあ、感じがします。それとやっぱ出始めの選手たちに、まあ、スライダーを結構打たれてる、まあ、広島の佐藤にもスライダーだったかな、まあ、打たれたけども、なんか非常にスライダーがやっぱこう昔ね遠藤さんっていう太陽のピッチャーがいたんだけども、
遠藤さんもまっすぐとフォークのピッチャーでスライダーを投げると必ず打たれてたっていう記憶があるんだよね。だからそういうのに似てるのかなと思って。だからまっすぐとか本当超一流だし、フォークも一流だし、ただスライダーだけはちょっと違うのかなっていうような感じがするよね。でこの試合で、鈴木そら26試合無失点で、8回ワンアウト2、3塁をこう、まあ、自分で作るんだけども、蛭間を三振、山村をセカンドゴロで、まあ、記録をこう伸ばしていくんだけども、やっぱね、いいのはピンチで低めにやっぱボールを集められるということ、それとそこにやっぱり変化をさせてるということ。まあこの鈴木そらっていうのはこういいね。やっぱあのまっすぐにも力あるし、やっぱこういうピンチの時にやっぱ頼れるボールがあるっていうことがすごく強みに感じましたね。まあスライダーはやっぱこう一級品だなっていうふうに思いました。で2試合目、7対0西武、これはね竹内7回109球5安打5三振1四球、無失点というね、7勝2敗防御率が 1.55、 もうルーキーではもう抜けてますね。もう新人王確定じゃないかっていうぐらいね。で2回外崎がフォアボール、ガルシアのツーベースでノーアウト2、3塁、野村が犠牲フライレフトへね、これはね野村がね、あそうだ、これはねノーアウト2、3塁、野村がレフトへ犠牲フライを打つんだけども、これをライトに打てるようだといいね。でガルシアランナーセカンドがサードに進めるような犠牲フライだと、まあ西武はこう強くなっていくんだろうなと思うよね。で松原がまあしかしタイムリーをスリーベースを打ってくれて、まあ続く住谷が、フルカウントからスクイズで3点先制をするというね。だからまあ竹内に、まあ、3点ね、すぐなんて言うんだろう、プレゼントがあるとまあ余裕を持って投げられるかなっていうふうに思うよね。でこの試合でまあ移籍組が活躍してくれて、野村が、まあ、先制、犠牲フライ、松原が2本のヒットの3打点、まあ支配下になったガルシア2本のヒットね、この3人で西武を変えるぐらいのつもりでちょっとやってほしいなっていうふうに思いますね。はい。で3試合目、初回、3点先制するが西武は守れない。まあ楽天は小刻みにね得点をしていく、まあ阿部ちゃんのホームラン、マスターのホームラン、これ12球団制覇したのかな今日で、うん、でチャンスで7回、5点を取るところなんかもやっぱあの楽天の選手っていうのはやっぱ思い切りがいいわ。もう初球初球でタイムリー打っていくもん、フランコとか黒川とか、だからまあその初球から手を出していけるっていうのはやっぱ準備がしっかりしてるんだろうなっていうようなそんな気がするし、まあ見事なあの畳みかけだったよね。で西武の方はね負けたけど8安打で5点取った、一頃よりも点が取れるようになってね、これねもうここまで落ち込むとやっぱチームのモチベーションというのは楽天と西武ではやっぱ全然違うし、やっぱ目標は優勝でやってきてるものがやっぱもう優勝できないとなるとやっぱ個人に走りそうなんだけど、だけどこうやってつないで5点を取る8安打で、だから西武も変わってきたなっていうふうに思うしね。で山村とかも非常にバッティングは変えるし、まあ、ガルシア野村、まあ、こういったね、気持ちがある選手が、まあ、増えてきてるし、非常に将来的にはなんかこう光がねちょっとずつ見え出してきました。だから本当継続してね、まあ、頑張ってほしいと思います。まあ以上で3連戦の振り返りは終わりますけども、まあ、いよいよ、まあ、来週からかな、火曜日から、まあ、9連戦が始まるということで、本当にどのチームもこの3連戦はやりくりできたのは広島、阪神、
巨人がちょっとできたかなっていうような感じがするし、まあソフトバンクもそうだし、まあ日本ハムはちょっと抑えの部分で考えなきゃいけないなっていうようなことも出てきてるかもわからないね。まあ来週の火曜日からの9連戦である程度のなんかこう順位が見えてくるようなことがあると、まあ大変なことになるなっていうふうに思いますね。また見守っていきましょうね。暑いので頑張ってください。私もちょっと疲れ気味です。お疲れ様でした。